When you run out of luck, need to get unstuck, so cough. When you're up against the wall and you cannot fall, so cough, go off, go off. 皆さんこんにちは、ワールドラバーマーケットのグッチです。今日も卓球チームの方よろしくお願いします。本日のテーマはですね、もっともっとマホークサーブがかかるコツっていうのをやっていきます。でこれはオフチャロフ選手やヘンゼル選手など、まあ、ヨーロッパの選手の必殺技として、このトマホークサーブって結構海外で有名なんですよ。オフチャロフ選手がオリンピックで銅メダル取った時にこれめっちゃ使ってましたね。普通のしゃがみ込みサーブは体力がいりますが、これは瞬時に下にガンと落とさないので、戻りも早いし体力も少なくても済むのが大きなメリットとしてあることが気づきました。でしかもサーブエースも取りやすい必殺技なので、よかったら今日皆さん挑戦してみてください。ステップ1、ホークサーブが超切れる秘密のグリップがありまして、5本で握って超リラックス、力を抜いた、すごくこう優しくソフトに握ってトマホークやると超切れます。バチッと力を抜くことでブチッブチッ、やっぱトスを高く上げるには手だけでやっちゃうと、難しいです。なので膝を少しトス上げるときに使ってください。そうすると ステップ2、トマホークの横下回転の出し方、横下回転のブチッと切るやり方なんですけど、5本指でリラックスして握って高いトスを上げる、で高いトスを上げてできる限りこのボールが超低いところまで引きつけて、低いところ低い低いところでラケットのボールのここ右下の部分をトマホークの斧のイメージで超斧で叩くような、ハンドを使って斧で叩く、手首と前腕を使って斧でこう反動を使ってブチッと切る、こういう感じでボールの右下ラインをブチッ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 、よい、やっぱフチャロフ選手がやってるのが、この時に最後に当たった瞬間にラケットをわざとこうやってるんですよ。こうやってこうやる、で当たった瞬間にこうやることで、こうすると巻いてやると上と下が分からなくなります。巻くオフチャロフ選手、最後に出した後止まってないんですよ。こう最後にこう返す流れで、横上かけたり横下かけたりしても全部こうやっちゃう。切った反応でこうこうくくく、やっぱうん、白いラインよりか前、ここら辺でバウンドしてますように出すと、そうすると2バウンドで短くとか、あとは安定して切りやすいです。下系は体の前で切るというよりも顔の横で切ってもらうような感じでやると、すごく切ることができます。少し顔の横で切ってもらう。オフチャロフ選手がこうやってますよね。こうじゃないですか。体の前でこうじゃないですよね。こうやって切ってないですよね。こうやって切ってないですよね。オフチャロフ選手何やってるか、オフチャロフ選手見てると、あーって結構顔の少し横ら辺であーってやってると思うんです。
やっぱ。ステップ4、小指回転をかけるときは同じように5本指でリラックスして握って、でトスを高めにバッと上げて、で低いところ、このできるだけ低いところで当たるのは当然なんですけど、この時にボールの真横、ここ、マールの真横をこうカツ、ボールの真横をパツってやってもらうと、そうすると横上回転になります。で切り方は一緒です。あの前腕プラス手首でこの斧の反動を利用してこうやって切って、ボールのこういう感じで、同じようにまた当たった瞬間に巻くと横上か横下が分からなくなります。オフィシャル先生が上の時もこうやって当てた瞬間に巻いてます。真横で当てて巻く。爆切れにするには、当たる瞬間にちょっと顔と打球を気持ちよく近づけるようにすると上がかかりやすいです。頭からこうかぶせたら違反になるので、こうやってやっちゃダメです。だけどちょっと近づけ気味にやってもらうと上回転が強くかかります。はい、引っ張るよ。さあ、さあ、よし、ステップ5、このトマホークサーブを長く速く出したいっていう場合は、この白い位置に第1バウンドを持ってくるような感じの意識、超低いところの第1バウンド、ここタダンって意識でやれば、あの自然と横上向きをしても速く、長く深く入りやすくなります。よい、よい、やれよ、聞いてるぞ。やっぱ今のということで、オフチャロフ選手はヘンゼル選手が使うトマホークサーブをあのやらさせてもらいました。いや、これはですね、非常にやっぱ破壊力、サーブの回転量も非常に強いし、相手にも怖さを与えることができるので、あのぜひ、皆さんのサーブの一つに入れ込むと、あのさらに普通のサーブも効くんじゃないですかね。普通のサーブがある中にこういうあのちょっとしゃがみ込みっぽいサーブがある。でもしゃがみ込みほど足の負担がない、しゃがみ込みサーブにあるよく当たる打球時にグイッと一気に下にしゃがみ込むが取れないですよね。次切れる、超切れるけど安定もしづらい、次戻れないで、足が試合の後半使えなくなっちゃうので、なのでこのトマホークサーブって結構理にかなってると思うんですよ。やりやすいです。状態高いまま膝を使って上がって、状態高いままで低いところで最後にちょっと膝を気持ち少しかがめるけど落とさないで、それでくっブチブチってやる感じ。筋力のない方でもしゃがみ込みサーブみたいな感じのサーブが、あのリスクが減った状態でチャレンジできるっていうのは結構大きなことかなと思います。ぜひですね、皆さんこのトマホークサーブ一回やってみてください。ありがとうございました。動画の内容